ございました。ドロンパありがとうございました。さあ皆さんこんばんは。本日は 2021FC 東京新体制発表会サポーティッドバイニューバランスにご来場そしてご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます日比野真理と申します。よろしくお願いします。ドロンパありがとうよろしくお願いいたします。さあキレッキレのダンスを見せてくれましたけれども、今日はコロナウイルス感染拡大措置としまして YouTube での生配信を行っています。実はさっきのドロンパのダンスも皆さんに見てもらってるの。あちらの方のみんなに手を振ってみてください。こんにちはって、そう、それ全部映ってるんですよ。よろしくお願いします。かわいい今日もかわいいドロンパですけれども、ドロンパ君登場前にね、あの FC 東京のサプライヤーになったニューバランスのインラインアパレルとあのスタイリングの発表書あったけども見てた。どうでした？かっこよかったよね。ドロンパも歩いてみたいよねってね、モデルさんみたいにね、いつかできるといいね。ね、そしてドロンパは今日なんと新しい靴を履いてるんです。ちょっとみんなに見てもらおう。ほらニューバランスの新しいシューズで今日はダンスしてくれました。履き心地はどうですか？最高最高で、ダンスもしやすい。じゃあキレッキレで今年もダンスできそうですね。じゃあこれ履いてスタジアム行ってみんなの前でいろいろねパフォーマンスできるということで楽しみですけど、まだちょっとでもお洋服は見たことあるやつでね、まだまだなんだ。あーがっかりしてる。でもきっと誰かそのうち準備してくれるんじゃない？ここでお願いしとこうよ。あら？なんかまた準備してきたの？なんて書いてあるんだろう。めくる？めくる？はい、どうぞ。あーお願いしちゃいましたか。僕のユニ作ってください。多分あの偉い人も見てくれてるからね、きっと作ってくれると思います。そうそう回してましたで今日あのファッションショーの中にもあのニューバランスさんのそのこんなアパレルあったんだ、日常で着られるようなアパレルもあったよね。いろんな新しい発見がありましたけども、まあ、今シーズンいろんなこうアパレル発表になると思いますので楽しみにしていきたいと思います。さあユニフォームのお願いもしたところでもう一曲言ってくれますか？はい、じゃあもう一曲ダンスお願いします。よろしくお願いします。この後はユニフォームとサポータースタイリングのご紹介です。
モデルの皆様、とっても素敵なウォーキングありがとうございました。ユニフォームとサポータースタイリングのご紹介でした。お待たせいたしました。それでは FC 東京ユニフォームの発表です。こちらが新しいデザインのユニフォームです。森重選手、阿部選手、東選手、バックデザインも見せていただけますでしょうか。ありがとうございます。それではサイドフロントデザインを見せていただけますでしょうか。ただいま阿部選手にはアンセムジャケットをご着用いただいておりますが、ぜひユニフォーム姿も見せてください。それではフォトタイムです。ありがとうございました。どうぞご講談ください。さあ皆様、改めましてこんばんは。2021 FC 東京新体制発表会サポーティッドバイニューバランス、ここまでファッションショー形式でお送りしてまいりました。 FC 東京のサプライヤーとなりましたニューバランスのアパレル、スタイリングとともに新ユニフォームの発表を行ってまいりましたが、皆様お楽しみいただいておりますでしょうか。使用しました一部のアイテムに関しましては2月下旬に発売予定となっております。詳細は2月中旬にリリースいたしますので、ぜひご注目ください。本日は新型コロナウイルス感染拡大措置といたしまして、ご来場のメディアを限定し、スタッフも最小人数でイベントを実施しております。多くのメディアの皆様、そしてファンサポーターの皆様にはライブ配信という形でイベントをご覧いただいておりまして、ご不便をおかけしますこと、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。またステージ上で登壇者同士が会話をする際はソーシャルディスタンスを取らせていただきますので、登壇者はマスクを外しての登壇とさせていただきます。こちらもご理解 ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。この後も選手や監督からのご挨拶などなどございますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは初めに
FC 東京代表取締役社長大金直樹より主催者代表挨拶を行います。社長よろしくお願いします。皆さんこんばんは。 FC 東京の大金でございます。本日は、2021シーズン新体制発表会に、ご参加いただきましてありがとうございます。本日もこのようなオンラインという形になりましたけれども、今年に向ける FC 東京をご覧になっていただければと思います。まず、昨シーズンです。ご存知のようにクラブにとっても今までにない歴史にないシーズンでございました。経営的にも厳しい状況でしたし、やはり何といっても皆様とお会いできない、触れ合えない、そういった日々がすごく苦しい状況でした。3月から中断期間に入って FC 東京は本当にどんな意味があるのか、このまま失ってしまうんじゃないか、そんなことをすごく感じました。まあ、そんな中で、選手が立ち上がってオンラインで皆様と触れ合おう、スタッフも皆様とつなぐためにいろんなことを施策を練ってまいりました。青赤パークオンラインであったり、青赤フリーマーケットであったり、選手たちもいろんな映像を使って皆様の距離を縮めていったというふうに思います。中断期間後、アジスタのホームゲームで、医療従事者向けのメッセージをうちの育成スタッフがユニフォームを作ってメッセージを作ってもらいました。やはりできることは何か、この中でもできることはあるんじゃないか、そういう思いで過ごしてきた1年でした。そしてその思いが集結して1月4日、タイトルとしては9年ぶり、 J リーグカップとしては11年ぶりのタイトルを取ることができました。やはりこの思いは皆様の思いが成し遂げたものだというふうに思います。厳しいシーズンでしたけども、皆様と共に乗り越えたシーズンでした。そして今日選手たちは練習のスタートを切りました。2021シーズンのスタートです。選手も入れ替わり、スタッフも入れ替わり、そして新たな目標に向かってスタートを切りました。まずは体制でいきますと、スタッフが入れ替わりました。昨年までは、昨シーズンまでは2020シーズンまでは、U23 チームを編成していたため、スタッフが、多少多かった。そこを削減し、ゴールキーパーコーチである山下を挙げました。選手も多少入れ替えました。特に去年課題であった、ウィークのポジションを補強する、そして1年間通して戦えるチームを作っていく、それをコンセプトに2021シーズンの編成を行いました。オリンピック・パラリンピックがあります。どんなシーズンになるか分かりません。20チーム、そして日程の厳しさ、これは昨年同様かと思います。皆様におかれてはまたシーズン日程の偏りがあるシーズンになりますので、この辺に関しましてはご理解をいただければというふうに思います。2021シーズン経営状態もなかなか厳しい状況になっております。やはり一番大きなダメージはスタジアムにお客様を呼べないということです。やはりそれは、お客様との距離もそうですけども、経営的にも非常に大きい状況です。スポンサー様の経営情勢も悪化しています。そんな中で私たちができることは、とにかく FC 東京ファミリーを元気にする、夢を与える、それをやはり念頭に活動していく、そして2021シーズンはリーグタイトルを取ると、そういう思いでこのスタートラインに立ったつもりでございます。皆様と共にこの2021年を、最後笑えるように
笑って終えるように頑張りたいと思います。今シーズンもよろしくお願いいたします。昨年の、新体制発表会で2023ビジョンを発表しました。そして2ヶ月後には中断ということで、2023ビジョンを書き換えるということになりました。この後2023ビジョンを発表させていただきますが、とにかく皆様と2019以前の FC 東京を取り戻す、そんな思いでこのビジョンを作り変えましたので、よろしくお願いします。まずは映像をご覧になってください。勝ち負けに本気になる、大人になって忘れてたこと、目の前にピッチが広がる、高揚感が癖になる、この子のヒーローはスタジアムにいる、離れていてもこの思いはきっと届く、年齢も立場も経験もこの場所では関係ない、ゴールのたびに大騒ぎできる、スポーツなんかやったことなくても、名前も年も仕事も知らない、でも仲間だって言える、選手の背中には俺たちがいる、スタジアムの楽しさは試合だけじゃない、どんな時もどこにいても東京は寄り添ってくれる、社会のために取り組むチームを誇りに思う、この楽しさ友達にも伝えたくなる、乾杯というもう一つのキックオフ、勝った日は胸を張って帰る、美味しいも今日の思い出、宇宙で追いかける先に夢がある、他のチームが羨むこの時間この空間、スタジアムの外でも盛り上がれる、一緒に泣くくらい好きなものって他にない、一緒に戦い抜いたからこの一体感を味わえる、楽しもうそれぞれの東京を、 Life is FC 東京。ありがとうございます。2023リビジョン Life is FC 東京、 FC 東京がある日常を、これをコンセプトに目標にやっていきたいと思います。 FC 東京が何のためにあるのか、 FC 東京が皆さんと必要とされる、そんな日常を目指していきたいというふうに思います。ぜひ共に戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次に、新しく FC 東京のメンバーとなって戦う、人物を紹介をしたいというふうに思います。強化が2021シーズンから、新たな組織を組みます。それはスカウティングマネジメントという部です。こちらは、主に選手の発掘、そして獲得、そして、アカデミー、 FC 東京のアカデミーのレベルをアップする、まあ、そんなような役割を担っている。今は選手の入れ替わりが非常に激しく早い時代になっています。その中でアカデミー選手をトップに昇格する、そして外部から FC 東京に獲得していく、そういった動きを活発にやっていくというような組織です。そこに加わったメンバーを紹介いたします。吉本和則です。まあ、皆さんもご存知だと思います。昨シーズンまで、プロ J リーガーとして活躍、 FC 東京のアカデミー出身、新たに FC 東京の一員として違った形ですけども戦ってくれるメンバーです。それでは紹介します。どうぞ。それでは自己紹介と一言ご挨拶をさせていただきます。はい、FC 東京のスカウティングマネジメント部にのスカウトに就任させていただきました、吉本和則です。まずは FC アカデミーから選手、現役選手まで、愛する FC 東京で、愛する FC 東京に、帰ってくる機会を与えてくださった大金社長をはじめとする FC 東京の皆さんに感謝させていただきます。
そしてスカウトとして今後まずしっかり FC 東京のことを勉強し、スカウトとしてスカウトする選手に FC 東京はこういうチームだよっていうことを伝えられるような、そんなスカウトになって FC 東京また日本サッカー界に貢献していきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。昨晩寝ないで考えた挨拶だそうですので、皆さんこれからも応援してあげてください。そしてクラブコミュニケーター、石川直弘、クラブナビゲーター、羽生直孝はそのまま2021シーズンも同じ役割で、一緒に戦ってくれるということになりましたので、ご報告をさせていただきます。以上今シーズンのコンセプトになります。なかなか厳しいシーズンになると思いますけども、皆様と一緒に戦ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。大金社長、そして新任スタッフ吉本さん、期待しております。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。では続きまして、ニューバランスフットボールゼネラルマネージャーのケニー・マッカラムさん、そしてニューバランスベースボールのフランシスコ・リンドーア選手よりビデオメッセージをいただいておりますので、どうぞそちらをご覧ください。New Balance were incredibly excited about partnering with FC Tokyo. It's a great club with a hugely passionate fan base in one of the world's most recognizable cities. And it also gives us a great opportunity to take FC Tokyo and Japanese football to a global audience. The history of New Balance is an incredibly colorful one. It was a business formed in 1906 and therefore has had over 100 years of an incredible history.Business has developed and grown to become one of the most recognized and biggest sportswear brands in the world. The thing that sets New Balance apart from other sportswear brands is being fearlessly independent. That starts from being an independently privately owned company, but it also translates into everything that we do, from product design, brand communications, and who the business chooses to partner with.Football's the world's biggest team sport, and that sees participants and fans in every corner of the globe, and therefore an opportunity to connect across the world. New Balance has probably come back quicker than maybe most people had kind of expected, equipping some of the best players and best teams in the world and having some incredible successes. Primary players that we partner with are Sadio Mane and Rose Lavelle.New Balance signed Sadio because he's such a unique player. He's also an incredible talent. He's ferociously driven, but he's also an extremely humble character. Since becoming a New Balance player, Sadio has become English, European, and then world champion, and also Africa Player of the Year. New Balance signed Rose Lavelle. She's another one-of-a-kind player, very much does things in her own way, and is also an incredible talent on the field of play.A New Balance club is a club with ambition. It's a club with a unique identity that can be relevant globally. And it's a club with a history that can inspire their future. At New Balance, we're hugely excited about the partnership with FC Tokyo. It's a club with a passionate fan base. It's a club with enormous potential. It's in one of the world's biggest cities. And we want to help bring FC Tokyo and Japanese football to a global audience by building on that potential.New Balance design teams have brought a unique design to the FC Tokyo collection. The kit blends tradition and modernity, pays homage to the signature blue and red stripes, but also with a progressive graphic in a modern camo within the body of the jersey. We also ensure we bring the highest performance fabrics in the form of MB Dry, which is engineered to keep players fresh and dry whilst they perform to the best of their abilities on pitch.And we're excited about the future. We're looking to continue to bring new, unique and innovative products for the players and fans as we continue our partnership with FC Tokyo. We at New Balance look forward to building a unique partnership that takes the club and the fans to the next level. Hey, what's going on, guys? I'm Francisco Lindor.And I want to welcome the FC Tokyo team and the FC Tokyo fans to the MV family. We are extremely happy and blessed to have you guys. I just got my new shirt. It looks sick. I can't wait to be rocking it the whole entire year. And remember when I went to Tokyo, I had a blast. So I hope you guys have a blast representing
the MB family. Go FC Tokyo. ケニー・マッカラムさん、そしてフランシスコ・リンドーア選手、ありがとうございました。それでは続きまして、選手によるトークセッションを行いたいと思います。今回はコロナウイルス感染拡大措置といたしまして、ステージ上に登壇する人数を制限しまして、登壇者の入れ替えを行いまして、3部構成のトークセッションとさせていただきたいと思います。それでは最初のトークセッション ご登壇いただきたいと思います。蓮川壮大選手、大森理央選手です。どうぞお越しください。どうぞおかけください。よろしくお願いいたします。大丈夫ですか。今ちょっとこちら見ていただきましたけども、まずはですね、自己紹介、大森選手から順に自己紹介と、サポーターから何と呼ばれたいかっていうところを教えてください。U18 から昇格しましたディフェンダー34番の大森リオです。よろしくお願いします。下の名前がリオなんで、リオって呼んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあリオと呼んでくださいということですね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、大森選手いかがでしょうか。蓮川選手いかがでしょう、ごめんなさい。今季から FC 東京に加入をさせていただきます。明治大学から来ました蓮川壮大と申します。壮大か、あだ名はソーディーなので、ソーディー、はい、壮大かソーディーでよろしくお願いします。ちょっとソーディーになりそうな予感ですけどどちらかでということですね。さあ早速ちょっと質問したいと思いますが、大森選手はこう夢であったトップチーム昇格となりましたが、今後どんな選手を目指していきたいと思っていらっしゃいますか。そうですね、まあ、武蔵の頃から、まあ、応援してくださるファン、サポーターの方々含め、やっぱこう SC 東京で育ったということも含めて、まあ、自分たちが育てたんだっていうふうに誇りを持って言えるような選手になりたいなっていうふうに思ってますね。やっぱりそう、こうこのチームのために誇りを持って戦いたいっていう思いは強かったですか、ずっと。そうですね、まあ、単純に、そうですね、FC東京入った時から、まあ、このチーム、ここまで、まあ、このチームに対する愛っていうのはすごい深まってきたんで、そうですね、まあ、FC東京を代表できるような選手になっていきたいなというふうに思ってます。頼もしいですね。さあ一方、蓮川選手は FC 東京 U18 から明治大学に行って、そして戻ってきたという形になると思いますが、このトップでやるんだという思い、まあ、これが叶うまでどんな思いでいらっしゃるんでしょうか。まずは U18 から、トップに昇格できずに明治大学を進学しました。そこで、4年間で もちろん FC 東京の試合は毎試合見るようにしていましたし、うん、まあ、必ずその試合で自分が入った時にどういうプレーをするとか、どういうものを求められるかっていうのを常に考えながら過ごした4年間で、もちろんプロサッカー選手になりたいっていう夢はもちろんありましたが、 FC 東京の選手としてプロサッカー選手になりたいっていう夢がとても強くあったので、それが今年かなってとても嬉しく思っています。じゃあ今こう燃えるような思いでここに座ってらっしゃる感じですか。はい、そうですね、東京の代表の選手になれるような、東京の代表と思われるような選手になりたいなと思っています。大森選手は2020年にトップの練習にも参加していたと思うんですけども、その練習参加してトップチーム その雰囲気ですとか、レベルっていうのはどんな風に感じていましたか。そうですね、やっぱ J リーグの中でも、まあ、一番争うようなレベルの高さであったり、まあ、練習からすごい質高くて、まあ、やっててすごい練習になるというか、そう、もう1回1回の練習すごい濃い時間で、まあ、チームの雰囲気としてもすごいみんな気さくですし、選手同士がすごい仲のいいチームなのかなっていうふうには思ってます。蓮川選手は先輩に阿部修斗選手、はい、まあ、1年目から大活躍だったと思うんですけど、はい、ご自身はこの1年目どんなシーズンにしたいと思われてますか。もう大卒とか、まあ、加入1年目っていうのは本当に関係ないと思っているので、まあ、阿部選手も、まあ、だったり中村穂高選手もすごい昨年活躍していましたが、本当にその東京の中心となれるような選手になれるように、まあ、もちろん1年間成長してしっかりと1年間を過ごしていきたいと思っています。ちなみに阿部選手は先輩としてはどんな選手なんでしょうか。はい、まあ、個人的には本当に大好きな、まあ、阿部選手も大好きなんですけど、本当にシャイで可愛いところも多いんですけど、はい、まあ、やっぱり本当にオンとオフの切り替えっていうのが素晴らしくて、まあ、阿部選手のサッカーにかける思いっていうのは本当に強く熱いものなので、
それに負けないように自分もやっていきたいなと思っています。じゃあちょっと今度はお二人に聞きたいんですが、 FC 東京はセンターバックすごくいい選手たくさんいると思いますが、その中で競争しなきゃいけないと思うんですけど、ご自分のそのアピールポイント、ここを出せば勝てるみたいな部分を一人ずつ教えていただけますか。そうですね、まあ、自分はビルドアップとかロングフィードとか得意な部分なんで、まあ、そういうゲームを作るって部分に関して、まあ、フレッシュさを持ちつつ、まあ、若さを感じさせないような安定したプレーが押していけたらいいかなというふうに思ってます。若さはあるんだけど頼もしいみたいな感じですよね。じゃあ飛鳥選手いかがですか。自分はその身体能力を生かしたプレーが特徴なので、まあ、スピードだったり、対人で絶対負けない、球際で絶対負けないとか、あと本当に基本的な1対1で抜かれないっていうところを、見てほしいなと思っています。いい声してますね。よくやります声大事ですもんね、はい、やっぱね、コーチングしなきゃいけないですからね、はいはい、声も持ち味ということで、すいません、はい、なんか気になったんで。さあ、そしてですね、今日は事前にファン・サポーターの皆様から募集した質問に1個ずつ答えていただくということになっておりますので、こちらをご覧いただきましょう。質問出ますでしょうか。はい、まずじゃあこれは飛鳥選手に、チーム内外問わず憧れている目標としている選手はいますか。森重選手は、ね、はい、僕が本当にスクールとか小学校の時から、本当に FC 東京の、中心というか、 FC 東京では森重選手というイメージがあったので、また森重選手と一緒に、まあ、サッカーできることと、あとは本当にポジション争いができることがすごいワクワクしているので、はい、憧れている選手は森重選手です。一緒にプレーできるようになったということになりますよね、はい、じゃあ次の質問に参りましょうか。次は大森選手に質問です。このクラブには負けたくないというクラブを教えてください。難しいですね。そうですね。はい、まあそうですね。今はカテゴリー違うんですけど、やっぱ自分の兄がヴェルディ出身ということもあって、まあ FC 東京ですし、やっぱ首都のクラブとして、まあ、対戦する機会があったら、まあ、東京ヴェルディには絶対負けたくないな。兄弟対決も。できたらいいですね。ありがとうございました。いろいろとお話を伺いました。お二人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、最初は大森選手、蓮川選手にお越しいただきました。続きまして、阿部信之選手、青木拓也選手、渡辺龍馬選手にお越しいただきます。それでは準備が整いましたら登場いただきたいと思いますが、なんかちょっと一組目フレッシュな感じが漂っておりましたけれども、なんかフレッシュな中にも頼もしさというのを感じることができました。感染拡大予防のためにしっかり消毒して次の選手を迎えるというふうにしております。それではご登場いただきたいと思います。阿部信之選手、青木拓也選手、渡辺龍馬選手です。どうぞお越しください。はい、ではおかけください。さあ、こちらも自己紹介と何て呼んでほしいかというところから、渡辺選手から伺ってよろしいでしょうか。自己紹介ですか。自己紹介一応お願いします。はい、モンテディオ山形から来ました渡辺龍馬です。龍馬って呼んでください。よろしくお願いします。龍馬、わかりやすいですね。はい、さあ続いてバク選手。はい、浦和レッズから来ました青木拓也です。まあ、青木でも拓也でも何でも大丈夫です。何でも OK、 もし、はい、好きなのに考えて呼んでくれてもいいよと。はい、ありがとうございます。器が大きいですね。さあ、続いて阿部選手、お帰りなさい。はい、お久しぶりです、ね、お久しぶりですね。今ちょっとなんか久しぶりと思って、はい、まあ自己紹介改めてね、はい、お願いします。AC 長野パルセイロから来ました、背番号16番ゴールキーパーの阿部信之です。呼び名はまあ、FC 東京のサポーターの方は昔安倍信ってこう呼んでくれてたんですよね。はい、安倍さんと川口信さんがいたんで、はい、まあ、そういうのもありましたけど、まあ、今は安倍さん、安倍かぶりしかないので。そうですね、安倍かぶりありますね。まあ、信とか、はい、新しいのあったらまたお願いします。じゃあ新しいのも募集しているということで、はい、まあ、でも馴染みの方は安倍信って言っちゃうかもしれないですね。はい、ありがとうございました。まあ、早速お三方には東京からオファーがあって、その決めたところまでの、まあ、心境ですとか、まあ、こう決めてみたいなものをまた渡辺選手から聞いてもよろしいですか。まあ、ちょっと悩んだんですけど、はい、山形で J1 上がるっていう目標でもともと加入してたので、いろいろ考えた結果、
まあ、移籍することにして、まあ、その決め手はやっぱり J1 で戦ってみたい、あのタイトル取れるチームでもあるので、そこの力にどれだけ自分が関われるのかっていうところを試してみたいっていうのは大きかったです。青木選手いかがでしょうか。僕も非常に悩んだんですけど、まあ、やっぱりタイトルを狙えるチームだとは思ってるんで、そこに向かって僕も力になりたいなと思って決断しました。早かったですか決断は。まあ、少し悩みました。少し悩み、はい、まあ、そりゃそうですよね。阿部選手は、まあ僕は即決だったんですけど、はい、その理由は、トライアウトを受けて年末に、うん、でチームオファーを待っていた状態だったんですけども、一番声かけてほしいチームからのオファーだったので、うん、最高のパターンでした、ね、はい、じゃあ決断はもうすぐすぐでしたでしたね、はい、まあそんな決断をしていただいたお三方なんですが、まず渡辺選手加入前に FC 東京のイメージっていうのをどんな風に描いてたかということと、お友達はいますかチームの中に。渡辺剛が、はい、渡辺同士で、そうですね、うん、はい、何でしたっけ最初に質問。何でしたっけ。あ、加入前に FC 東京に行ったりとか、キャラが出だしてましたね。すいません、ま、よく試合見ますけど、やっぱ堅守速攻っていうのは、ま、誰もが思うイメージだと思うんですけど、ま、やっぱ勝ち切るサッカー、一番勝てるサッカーはこういうサッカーなのかなっていうのは見ててすごい思いました。で、仲いいのは渡辺選手ということですね、はい、青木選手は、まあ、対戦もちろんしてると思いますが、対戦した時の印象っていうのはいかがでしょうか。まあ、やはり失点をしないっていうのはすごいあるかなと思って、さっきも渡辺選手言いましたけど、堅守速攻っていうのが僕の中のイメージでもあるので、そこに僕もうまくリンクして早く戦術を理解してとはイメージもつきやすかったんで、うん、はい、そしてもう一つ、大宮時代に東選手とプレーしてると思うんですけども、東選手のイメージ変わりました。いや、あのまま、昔から上手でした。あ、でも上手でした、はい、上手でした。キャラクター、まあ、今すごいリーダーシップ発揮されてますけども、はい、まあ、確かにそこはちょっと変わりましたけど、はい、まあ、もう少しわちゃわちゃしてたわちゃわちゃしてましたか、はい、もうちょっと落ち着いた感じなんですね。落ち着いた感じ、はい、阿部選手はその東京に戻るということに対してどんな特別な思いがありますか。戻る、まあ、お帰りなさいという言葉をみんな知ってくると思いますけど、お帰りなさいっていう言葉すごいありがたくて、うん、まあ、ただその、まあ、それはちょっとそっと胸の奥にというか、おう、はい、ちょっと自分の中ではいろんなチームを経て、まあ、今年 FC 東京にこう移籍してきてもう一度勝負するという、その気持ちを前面にやっていけたらなと思ってます。あ、はい、じゃあお帰りなさいっていうのは、まあ、ちょっと置いといて、いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、まあ、ちょっと胸の奥にね、ぐっとしまって、はい、まずはこう戦いに勝つ、そうです、ね、ね、はい、ポジションを取るというところから始まるということでしょうかね、はい、ちなみにチーム最年長らしいんですけど、年齢は関係ないですよね、はい、いや関係ないですよ、はい、そんな意外な感じですよね。多分サポーターファンの方は意外だと思うんですけど、うん、どんなこう姿を見せたいですか。やっぱりこう、ね、頼る人も多いと思いますけど、まあ、本当でもグラウンドの中はそういうのは関係ないと思いますし、ただ自分がこう長くプレーしてきたことをもし、若い選手多いですし、何かためになることがあればいつでもという気持ちはありますけど、うん、みんなしっかりしてるなって。そうですよね、はい、まあ、どんね、困った時に頼れるキーパーとしてはい、活躍していただきたいと思いますけれども、はい、皆さん2021シーズン自分のここを見てほしい、ここがアピールポイントだというところをそれぞれ聞いていきたいと思います。じゃあ阿部選手から今度はいきましょうか。はい、まあ、シュートストップのところと、あとは長年こうディフェンスを協力して守るということをテーマに、プレーしてきたので、その協力しながら失点する確率を減らしていく、そういうプレー見ていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。では青木選手いかがでしょう。地味ですけど、なんかバランスですかね。常に真ん中にのポジションにいるんで、ちょっと分かりにくいかと思いますけど、いい位置取りとか取ったりとか、うん、そういう細かいところをやってきたらなと思います。こうボールがあるところもないところでもこうしっかりいい仕事をってことですね、はい、ちょっとクロートの人には見てほしいですね、そういうところね。はい続いて渡辺選手いかがでしょう。攻撃的な選手なので、やっぱりゴールに関わるっていうところは、まあ、見てほしいんですけど、まあ、一番は90分間
走り続ける、戦い続けるというところは自信持って見ていただきたいなって思います。ありがとうございます。じゃあサポーターの方から募集したメッセージ、今回ねかなり多くの質問来たそうなんですけど、その質問を見ていきたいと思います。これは阿部選手への質問です。大学卒業後と今回 FC 東京に2回復帰されました。 FC 東京に戻りたいと高校大学タクラブで頑張っているアカデミー出身の選手たちにメッセージをお願いします。メッセージ、はい、確かにたくさんいそうですよね。まあ、一度でもこのチームのエンブレムをつけたことがある、あるいはこうエンブレムをつけたいと思っている人にとって、このクラブはすごく何ていうんですかね、応えてくれるというか見ててくれるというか、決して離れることはないと思っています。で自分もそうでしたし、まあ今後の自分のプレーや行いでそういうものを実証していけたらいいなと思ってます。で今アカデミーで活躍している選手いると思うんですけど、まあ僕実際去年は J3 でプレーしてて、どこのチーム行ってもやっぱりこう FC 東京の下部組織で育った選手が大体のチームにいて、そういう選手もまあ思い続ければ必ず見てくれてる人はいるっていうのは思います。はい、サポーターの方もずっと応援してくれますもんね、やっぱりね、はい、そういうのも嬉しいなというところですよね。めちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ次の質問参りましょうか。青木選手へです。青木選手、ようこそ FC 東京へ。いきなりフルス、確かにいきなりフルスとの対戦ですが、意気込みを教えてください。後方からのロングフィードを期待していますということですが、確かにいきなりですね。そうですね、ちょっと早すぎましたね。ちょっとね、しかもあちらのホームでってことになりますよね。はい、なんかできればもうちょい先の方が良くて懐かしさがちょっとなくなっちゃうかなと思うんですけど、うん、まあ、やっぱ浦和にはホームでもアウェーでも勝ちたいですね、両方。うん、はい、まあ、この対戦は熱くなりますからね。そうですね、サポーターの方も、お互いがこう、ね、熱いと思うんで、はい、あともう一つ後方からのロングフィードを期待していますと。いいフォワードの選手が、ね、多いんで、うん、東京の選手は、はい、そこの動きをしっかり見て出せたらなと思います。はい、ありがとうございます。さあ次の質問に参りましょう。次は渡辺選手です。開幕戦の相手は渡辺選手との地元のクラブであり、プレーするのが夢と公言してきた浦和レッズとのアウェーゲームですが、意気込みを教えてください。この方詳しいですね、この方だいぶ渡辺選手情報詳しいですよ。まあ小学校からずっと浦和の、スクールとかそういうのでサッカーやってきたので、はい、まあ一ファンというか、まあ、それでプレーしたいと思ってましたけど、まあ、今回 FC 東京に加入することになったので、プレーしたいからやっぱ倒したいという気持ちに変わったので、うん、はい、自分が点取って勝ったりとか、やっぱそういうことは、はい、勝ちたいですね。早速開幕戦ですけど、やっぱりそういう方が勢いついていいですか。まあ、これ勝って自分もチームも勢いに乗っていければなと思います。はい、ありがとうございました。渡辺選手、青木選手、阿部選手、ありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございました。ちょっとこう大人の雰囲気がお二人漂ってますさあ次に参りたいと思いますが、次も感染拡大予防のためにちゃんと椅子を消毒させていただきます。もうあちらでちらっとね、隙間から見えてるんですよねさあお呼びしたいと思います。先ほどもご登壇いただきましたお三方です。森重雅人選手、阿部修斗選手、東圭吾選手です。どうぞお越しください。ずっと見えてました。はい、ではおかけください。慣れ親しんだメンバーということで。そうですね、はいはい、ここは自己紹介いいですよね。いらないですね。いらないですよね、はい、30分は待ちましたよ、そこで。本当に、はい、すいません。待ってない、ちょっと大事な足をさっきここにいたじゃないですか、はい、さあ早速ちょっとトークを始めていきたいと思うんですけども、1月4日のルヴァンカップ優勝から3週間での指導となりますけども、まあ、それぞれ今のお気持ちを聞かせてもらってもよろしいでしょうか。森重選手から心境いかがですか。休めました。いや、休めましたよ、うん、しっかり3週間あったんで、うん、まあ、もっと少ないかなって思ってたんですけど、はい、まあ、しっかりちゃんとあって、はい、今心境いかがですか。まあ、始まりますけど。いや、また新しい気持ちで
明日からキャンプなんでね、はいはい、しっかり、ゆっくり体作っていこうかなと思ってます。阿部選手いかがでしょうか。そうですね、まあ、自分にとって初めての、オフシーズンだったんですけど、うん、あ、そうですね、まあ、本当は、まあ、コロナ禍ではなかったら、まあ、もっとリフレッシュ旅行とか行きたかったなと思います、うん、思ってたんですけど、まあ、なかなか難しくて、まあ、ずっと家にいて、まあ、疲れを取ってましたね。うーん、では疲れは取れて万全という感じですか。そうですね、万全だと思います。わかりました、はい、大丈夫です。隣で笑ってる東さんいかがでしょうか。はい、3週間休めました。休めました、はい、で今の時何ですか。もう聞いて、はい、今の心境いかがですか。いや、ね、毎回、まあ、ここに立たせてもらいますけど、うん、もう改めて始まるなっていうか、まあ、キャンプ行けばまた、ね、いよいよだなっていう感じになってくるんで、そうですね、はい、明日から、まあ、暖かいんで、うん、楽しみにしてます。今日でも皆さんトレーニングしたじゃないですか、はい、やっぱちょっと気持ち的には変わりました。そうですね、やっぱ改めて練習きついなっていう。あ、そこですか。感じ初日からね、はい、やっぱ練習ってみたいな感じですかね、はい、まあ、今シーズンもちょっといろいろと聞いていきたいんですけど、阿部選手加入1年目で多くの試合に出場し、ルヴァンカップも優勝と、すごく充実した1年目だったと思うんですけども、はい、プロ2年目であるこの2021シーズン、どんなシーズンにしたいですか。そうですね、まあ、去年は、自分は1年目で本当にいい経験をできた、優勝もできましたし、うん、本当にたくさん素晴らしい経験をしたシーズンになったので、まあ、その経験したことを生かして、今度はもっと多くのタイトルを取れるようなシーズンにしたいかなって思います。はい、もう複数タイトルということですね。そうですね、複数取りたいですね。そうですよね、はい、だってもう複タイトル取り慣れてるって。いやいや、違います。違いますよね。またプロとは別なプロとね、はい、はい、でも本当にタイトル複数タイトルということがまず一つの今年の目標ということなんですが、東選手は東京加入後初めて、まあ、タイトル、はい、ルヴァンカップで取って、森重選手も9年ぶりのタイトルとなりましたけども、そのルヴァンカップを取ったことにより J リーグ優勝への思いというのはやっぱり強まるものですか。いや、まあ、それはもうやっぱカップ掲げた時はもう最高な瞬間だったんで、うん、まあ、次はぜひシャーレを、シャーレですね、はい、掲げて、まあ、コロナが終わってたら、うん、もっとね、サポーターの皆さんと盛り上がれるんで、うん、まあ、それをイメージして頑張っていきます。イメージすることは、ね、大事ですもんね。大事ですよ、ね、はい、だから毎日こう上げる練習を。そうっす、だからもう昨日もやってやったんですか、はい、ちゃんと今日もやろうかな、やろうかなと毎日ね、お願いします、はい、本当ですか。嘘です、それは。すみません、嘘つきました、はい、まあ、でもね、こう雰囲気的、気持ち的にね、そうですね、雰囲気、それぐらいの気持ちで、はい、そういう気持ちでやろうっていう、はい、わかりました。森重選手いかがでしょうか、タイトルに向けたの。いや、もう残りのサッカー人生も少ないので。え、いやいや、そんなそろそろですか。まだまだですよ。まあ、でも本当リーグタイトルっていうのを、はい、ずっと取りたいと思ってますし、はい、まあ、本当ルヴァン優勝して、うん、もっともっとこう欲が出てきたので、うん、やっぱりリーグタイトルを取って、またファンサポーターの皆さんとね、もっと喜び合いたいなと思います。リーグタイトル取ったらやるんですよね。ないんですか、サッカーですか。サッカーじゃどういうことですか。リーグタイトル取ったらサッカーやる。もう一回、もう一試合やるんですか。シャーをやらないんですか。あ、シャーですか、はい、あ、そうですね、あれ、そ う,、はい、そうですよ ね, なんかそうすね、この間だってルヴァンカップ取ったのにやらなかったですねったら、それはリーグタイトルだって。あ、そうですね、言ってましたね、うん、はいはい、それ見られることを、はい、そうですね、楽しみにしてます。で、東選手、青木選手とは、はい、久しぶりの一緒にプレーすると思います。印象というか、プレーもそうですけど、はい、キャラクターだったり印象だったり、一緒にプレーすることへの思いというのはいかがでしょう。いや、大宮の、まあ、もうだいぶ9年前ぐらいですかね。そうですね、9年前になります、になるんで、まあ、でも当時僕はトップ下で、青木選手がボランチだったんですけど、すごくやりやすくて、一緒にやって、まあ、いいフィーリングというか、そういうイメージがあるんで、はい、すごく楽しみですね、はい、性格は
性格はおとなしい方だと思いますよ。静かな感じの方ですか。はい、あのプレースタイルと一緒でこういぶし銀というか、ああ、クロート好みみたいな。クロート系じゃないですかね。はい、めっちゃ阿部選手笑ってますけど。笑ってんのお前。笑うとこじゃないですよね。なんですよね。先輩いじるのがもうすごいんで。もうね、はい、早くもね。2年目になるとちょっと違うなって。ちょっと違いますね。森重選手はあの吉本さんがなんと。ああ、そうですね。フロント入る。まあそう。いや嬉しいですよ。まあもちろんピッチで一緒にやった時も頼もしかったですし、うん、まあ、FC 東京で活躍した選手が今度こうフロントに入るっていうのは、うん、まあ、すごいチームのためになるので、はい、まあ、頼もしいですね、はい、期待します。あとポジションで言うと毎年センターバックでこう新しく選手たちが入ってきて、はい、ね、そうですね、一緒にプレーすることになると思いますけど、まあでも、まあ、自分もそうだったようにあの僕も、当時日本代表だった河野さんっていう、あ、そうですね、やっぱり隣で見て、はい、自分もこう成長できたんで、はい、まあ、そういう、プレーをしてあの後輩たちにいいプレーをこう見せながら、うん、後輩たちがこう成長してくれるのを、うん、隣で見られたらいいかなと思ってます。こう隣で見ながらいい競争をしながらどんどんお互い高め合うという感じですか。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。真面目ですか。ちょっといや大丈夫です。いや全然真面目でいいんですよ。何なんか一芸しなきゃいけないとかそういうことじゃないんで、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。そして今日はユニフォームを着ていただいていますお三方、阿部選手にちょっと代表して聞きたいと思いますが、はい、着心地はいかがでしょうか。着心地ですか、はい、うーん、すごい軽くて、うん、動きやすい。もう一回立ったらそこ一回その星マークのところで、うん、どう軽くて、はい動きやすいですね。軽いしか言ってない。軽くて動きやすい。デザインはどんな感じですか。デザインはやっぱりこの特徴は、まあ、選手が着るユニフォームにはこのエンブレムのとこにの裏のとこなんですけど、はい、まあ、メッセージが隠されていて、はい、まあ、本当にそれはもうファンサポーターの皆さんと一緒に戦ってるっていう気持ちになりますね、うん、じゃあ皆さんも一緒に着ながら応援してほしいですよね。ぜひはい、お願いしたいです。はい、ありがとうございました。ん、内緒話ですか。はい、すいません、ちょっと、あ、すみません、大丈夫ですか、大丈夫ですか。内緒話しないでください。さあ、2021シーズンの目標は、まあ、言わずもがなリーグ優勝だと思いますので、それぞれそこに向けた思いを、東選手から一言お願いします。はい、そうですね、もう先ほど言ったように、最後笑って終われるように、うん、まあ、シャーレみんなで掲げれるように頑張っていきたいなと思いますし、こういう時期ですごく応援のスタイルっていうのは難しいと思いますけど、ぜひ一緒に戦ってくれたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして阿部選手いかがでしょうか。そうですね、まあ、また今年も、すごい難しい過密日程で、大変なシーズンになると思いますが、まあ、でもやっぱり最後ルヴァンカップでみんなでカップをかけた時が本当にサッカーやっている時本当醍醐味だなっての思ったので、またあの瞬間を味わえるように、またみんなで頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、森重選手お願いします。はい、まあ、去年と今年やっぱコロナの中で、大変な、僕らもそうですけどファンサポーターの皆さんもね、大変だったんで、で去年はその中でこうルヴァンを優勝してファンの皆さんに、少しこうちょっと光を見せれたかなとは思うので、まあ、今シーズン、1年間戦ってリーグタイトルを取って、で最後みんなで笑えたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ではお三方にもサポーターファンサポーターの皆さんからたくさんなんかね質問が来てるんですが、どちらかでしょうか。まずは森重選手に、昨年後半はアンカーでの出場もありましたが、今年はセンターバックとアンカーのどちらでプレーしたいですか。いい質問です ね、 なかなか。いや、もうどちらでも、プレーできる準備はしっかりキャンプでして、まあ、監督の求められる、場所でしっかりプレーしたいなと思います。やっぱりこう見てる方はそういうところがまず気になるんですね。そうですね、まあ、でもやっぱずっとセンターバックやってきて、うん、でもアンカーでも、できるっていうところも少し見せられたので、はい、まあ、それは自分にとってもすごいプラスなことなので、はい、まあ、どんどんチャレンジしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続いての質問です。
阿部選手に質問です。今年は延期になった東京オリンピックも控えていますが、オリンピックについての思いは？そうですね、まあこの間、去年ですね、自分初めて、U23 の方、まあ、候補に選ばれて、まあ、やっと、スタートライン立てたかなっていうとこなので、うん、まあオリンピック、まあ、しかも東京でやるオリンピックなので、まあ、出場したいっていう思いはすごい強いですし、まあ、首都東京から、やっぱり選ばれないといけないなっていう思いもあるんで、狙っていきたいと思います、うん、ぜひ皆さんと応援したいと思います、はい、では東選手への質問ですか。はい、東京がリーグ制覇するためにあと何が足りないと思いますかという質問です。難しいな、なんか俺の質問なかなか急にハードル上がりましたね、質問の。何なんすかね。何でしょうね。勝ち点ですかね。間違いないですね、はい、ちょっとだけ足りなかった、ちょっと足りないですもんね、勝ち点があればそのために、はい、そのためにいやまあそうですね、真面目な話すると、まあ今年はチーム数も増えて、あの本当に難しい、そうですね、はい、あのリーグになると思うし、またさっきね周東言ったようにオリンピックもあるんで過密日程になると思うんで、もう本当、まあ去年以上にチーム全員で戦っていくことしかないのかなというのを思ってます。はい、ありがとうございます、以上東選手、阿部選手、森重選手にお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ笑顔もう慣れてますね、こういうイベントをね、やはりお三方はね。さあ、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、まだまだ続きます、続きまして私より新任スタッフのご紹介をさせていただきます、アシスタントゴールキーパーコーチに山下翔太、そしてマネージャー兼通訳に小林俊也です、以上新任スタッフのご紹介をさせていただきました、では続きまして FC 東京長谷川健太監督よりご挨拶をいただきます。長谷川監督、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、今シーズン、FC 東京の監督を、まあ、指揮します長谷川健太です。よろしくお願いします。いよいよ2021シーズンも始まります。この始まるにあたって、まあ、自分自身、皆さんに伝えられるというか、お話しできることはもうシンプルにもうシャーレを掲げると上げるということだけです、それ以上のこともそれ以下のこともない、もうこのシーズンはリーグチャンピオンに向かって、全身全霊戦っていきたいというふうに思っています、非常に、今シーズンも難しい、シーズンになるというふうに思いますが、皆さんも、スタジアムに来て、熱い応援を、また小平のグラウンドに来て、熱い声援を送って、送りたいという方もたくさんいらっしゃるというふうに思いますが、ぜひそういう日常に、今シーズン中に戻ることを願ってますし、皆さんで本当に最後の最後シャーレを掲げて、一緒に喜びを分かち合えるそういうシーズンにしていきたいというふうに思ってます、今シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございました。長谷川健太監督よりご挨拶をいただきました。ありがとうございました、では続きましてフォトセッションのお時間とさせていただきます。皆様ご準備の方はよろしいでしょうか、いくつかのパターンに分けて、撮影をさせていただきたいと思いますが、スチールの方々この時間フラッシュはたかないようにご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは長谷川監督、新加入選手の皆様ご登壇ください。はい、じゃあちょっと準備をさせていただきます。まずは長谷川健太監督と新加入選手の撮影を行いたいと思います。
まずはじゃあスチールの方々の撮影を最初にして、その後ムービーの方というふうな順番にさせていただきたいと思いますので、ご準備をお願いいたします。それではまずスチールの方々、正面からお願いします。では皆さん、ちょっと正面の方々大丈夫でしょうか。はい、じゃあちょっと右側のカメラに向かって皆さん目線をお願いいたします。笑顔でお願いいたします。ではよろしいですか。右側、まだもうちょっとかな、大丈夫ですか。では左側の方にいらっしゃるカメラの人に目線を送ってください。はい、よろしいでしょうか。続いてムービーの方々ですので、正面後ろのテレビカメラの方に向かって、大丈夫ですか、止まってて大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、笑顔でお願いいたします。よろしいでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫そうですか。目線も大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。では2パターン目に移らせていただきます。大金社長、登壇をお願いいたします。先ほどとパターンは同じように順番いきたいと思いますので、まずスチールの方々、ご準備をお願いいたします。ではスチールの方々、正面からお願いします。右側、はい、じゃあ右側のカメラに向かって視線をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。では続いて左側のカメラに向かって目線をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。続いて正面ムービーの方々への目線をお願いいたします。ちょっと笑顔が疲れてきて笑顔お願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ2パターン目これで終了とさせていただきます。あとは新加入選手のみとなりますので、社長と長谷川監督、ご講談ください。じゃあここはポーズとかあってもいいかもしれないですか。欲しいですか、いらないですか。欲しい、欲しい、ポーズ欲しいそうです。何かしらポーズをじゃあやるぞっていう感じの誰かここリーダーシップ、ポーズ、右手でガッツポーズがいいそうです。あ、じゃあ、はい、チームから右手をガッツポーズでということでした。じゃあ最高の笑顔をお願いします。正面からお願いします。やっぱちょっとポーズ取るとシャッター数が違いますね、皆さん。はい、センターよろしいですか。じゃあ右側のカメラに向かってポーズをお願いします。よろしいですか。はい、じゃあ左側のカメラに向かってお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。では最後はムービーの皆さんに向かってポーズをお願いします。じゃあこれ最後なんで一番いい笑顔、今日一番笑うやつでお願いします。はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。これにてフォトセッションを終了とさせていただきます。皆様、今一度ご講談ください。ありがとうございました。やっぱりユニフォーム姿いいですね。やっぱりね、ピンク。ね、ピンクいいと思います。さあ、フォトセッションも終了いたしました。ありがとうございました。そろそろお時間となりましたので最後に私から、ニューバランスのアイテムとキャンペーンそして FC 東京の今後の試合についてご紹介をさせていただきます。冒頭のファッションショーでご覧いただいた前半の、あのモノトーンのシリーズですね。あちらは選手も着用予定の2月中旬以降発売の新コレクションです。一部発売中のモデルもありますのでニューバランスの公式オンラインストアをチェックしてみてください。また今後キャンペーンやコラボレーション商品の企画も進行中です。決まり次第お知らせいたしますのでぜひご注目ください。 FC 東京は明日26日から2月13日まで沖縄キャンプを実施ししっかりと体を作って2021シーズン開幕へと向かいます。すでに発表されていますがちょっとこちら見ていただきましょうか。すでに発表されている日程です。FC 東京の明治安田生命 J1 リーグの開幕戦は2月27日浦和レッズ戦のアウェーゲームとなります。そしてホーム味の素スタジアムには3月3日水曜日 YBC ルヴァンカップ徳島ヴォルティス戦そしてリーグ戦は3月6日に土曜日、セレッソ大阪を迎えてのリーグホーム開幕戦となります。まだまだ2021シーズンも新型コロナウイルスの影響は残っているかと思いますが万全の感染症対策を行い皆様をお待ち申し上げております。スタジアムもしくはダゾーンにてぜひとも熱い応援をよろしくお願いいたします。またソシオクラブサポートメンバーも募集しております。会員限定の動画配信やイベントも予定しておりますのでぜひご加入ください。入会方法など詳しくはオフィシャルホームページをご確認ください。以上をもちまして 2021FC 東京新体制発表会サポーティッドバイニューバランスの配信を終了させていただきます。この後はメディアの方限定で質疑応答のお時間を設けさせていただきます。事前にお配りしております Zoom URL からのご参加をお願いいたします。本日はお忙しい中 2021FC 東京新体制発表会サポーティッドバイニューバランスをご視聴いただき誠にありがとうございました。今シーズンもよろしくお願いします。Yeah.